最上川上流に設置された針、下り量となっている。量とは、河川の両岸、または片岸より、列上にくいや石などを敷設して、水流をせき止め、誘導されてきた魚類の流路を塞いで捕獲する漁具、仕掛けのことである。柳井、柳とも表記する。量は、大きく分けて、河川を遡上する魚を捕らえる、上り量と、下る魚を捕らえる、下り量に分類できる。 その目的によって使用する針も向ける方法も異なってくる。上り針は川下に向けて仕掛け、下り針は川上に向けて仕掛けることになる。構造上、距離を誘導する、針袖と呼ばれている部分と捉え込む針口と呼ばれる部分から構成される。針袖枠を打ち付けて、そこに竹焼きで作ったスノコや着火後などを張り巡らす。また、土俵や土納などを用いる場合もある。 一方、針口には、針すのこと呼ばれる斜めに渡したすのこや網で囲ったり、線と呼ばれる、完成具などを付接する。川を泳ぐ魚を、針袖から針口の上に追い込んだ後に、すのこや網を外して、水分を切り、残った魚だけを捕らえる。屋根が設置された、日本の河川針を使って行う、り漁の対象は、酒ますあいううなぎうぐいなど川で生活する。 魚類全般が対象となる。また、大量の魚類を効率よく捕獲することも可能である。一方で広範な水面を利用するため、漁業を行うこと自体が、排他的、独占的な要素を有する特権として認識された事例もある。さらに同じ川の流域同士で、針の設置の是非をめぐって、争いが起きたり、考えや水運の障害として、 梁を用いた漁そのものを禁じた事例や一部に、漁道や、航路用水路を併設する事例も存在していた。漁の歴史は、大変に、古く、網路郎原型としていると考えられている。また、ミクリアとの関連性が指摘され、大見国阿ド川にあった、阿ド川ミクリアが、平安時代の漢字年間に、上鴨社に譲られた際に新人となった26個に、梁の設置、 挙労を許可するる株が与えられている鎌倉時代の昭和元年には、同じ大御国の安川において、お上神社の庇護を受けた柳州によって、大量の漁が貼られていたことが知られ、戦国時代には、兵士大社の柳州も組織された。中世後期から江戸時代前期にかけて、治水技術の応用によって、梁に改良が加えられた。江戸時代には領主に運上を収めることで、 両領の権利を安堵された地方も存在していたが、一部では、地水や水運、灌漑を優先しして、両領自体の禁止に動く地方もあった。現在も、アドガワミクリアの跡である、滋賀県のアドガ下流の北、船木の、勝取、柳ヤナのように、日本各地の河川で見ることが可能である。ありがとうございます。